コードトーカーという老人と接触してくれ。回収した情報班のスタッフによれば、老人はマザーベースに蔓延する疫病のその治療法さえも知っているという。彼は森を抜けた先、渓谷の奥にある洋館にいる。おそらくはサイファーの研究に関わる重要人物だ。この情報には多くの犠牲を払った。現地警備も尋常ではないようだ。あんたも気をつけてくれ。ターゲットをコードトーカーと接触し、治療法遺憾によってはマザーベースへ回収するんだ。洋館、クワイエットだ。シルバー行こう。川を登って、ここはあるのか。嫌な予感がするな。あれか。撃て。気づいたか。敵スナイパーは姿を消す。クワイエットと同じだ。マークを外されてはどこに潜んでいるかわからん。警戒を怠るな。赤い線が伸びてる方向のもの。倒るやん。あれ全部スナイパーなんだ。なんか倒し方あんのかね。帰った。一生出す出す。カレンズを排除。
全員倒さなあかんのかな。無理やな。行かなかクワイエットがやったんかな。洋館やな、ちゃんと。老人どこおんの？
おい、路地乗れへん。どこやん。またレベルダウンしたやんけ。ここか。待っていたぞ、ヘビ。いや、鬼か。そいつか、コードトーカーだ。見覚えはあるか。仲間がやられてる。治療法は。喋るな。死ぬぞ。どういう。お前の喉にも住みうる。まずは口をつぐめ、手遅れになる。座れ。はびこっているのは生体中。それはその妖精だ。喉へ入り込み、生体に取り付いて一体化する。生体に擬態していると言っても構わん。生体との見分けはつかん。彼らは成長し、つがう。つがいは特定の音を検知し続けることで交尾する。生まれた大量の妖精は宿主の肺を食い尽くし、地に至らしめる。特定の音とは。言葉だ。彼らは特定の言語を話す者だけを殺す。言語は一つではない。お前たちの虫が何語に反応するかはわからん。いずれにせよ、産卵を防ぐためには喋らぬことだ。末、虫が嫌う構想を報じてある。よし、これで虫は耳を弄した。だが効果は一時のものだ。話せ。治療法はあるのか。症状が出たらすでに幼虫たちは宿主の肺胞に巣くっている。そうなれば助けることはできない。だが発症を抑え、感染をも食い止める方法はある。望まぬ研究を
あの男に封印した虫たちを奪われ、スカルフェイス、ヴィラガーナの国家に力が及ぶ男だ。逆らえなかった。ディネの運命が握られている。だがお前の訪問も精霊の導きかもしれん。我が子供たちが世界の調和を乱しているなら、その円環を閉じなければ。その老体にフルトン回収は危険だ。コードトーカーをヘリに乗せ帰還してくれ。歩かれへんのかいな、こいつ。あの男は言った。この虫は有史以来の異星者が夢見てきた兵器だ。生体中に特定の弁護を覚えさせ、敵地へと放てば、その言語を使う民族だけが死滅する。すなわち民族浄化中なのだ。民族浄化中、スカルフェイスの狙いはそれか。ウズやバディアブルをそのためだ。バセ、奴は英語以外をこの世から消し去るつもりだ。皮肉なことだ。虫たちによって虫たちによって奪われる。そもそも人が喋れるようになったのは彼らのおかげだ。時計は巻き戻され、人の手に歪められる。どうし、操り人形のようだ。スカルズの仕業か。多いな。こっちも行けるのか。了解。何かおらんやろな。
ちゃおるやん。こちらピーコード、まもなくランディングゾーンに到着する。こちらピーコード、ランディングゾーンに到着、待機する。完了。まだいけるな。あ、クワイエットだ。満タンになった。